私の名前はハル、息子のナリを育てるシングルマザーだ。元夫と別れてからというもの、今日まで必死にナリを育ててきた私だが、そんな生活とはもうおさらば。というのも、私にとって幸せな出来事があったのだ。その報告のため妹の夏を呼び出したのだが。それで忙しい私を呼び出して何の用なの？ちょっと夏に報告があって来てもらったんだけど。だから何なの？私再婚することになったんだ。それでね、親族だけで結婚式を挙げるの。だから夏にも来てもらいたくて。はあ？夏とはたった二人の姉妹なのだが、あまり仲は良くない。特に私が幸せになることに対して強い拒否感を示す妹なので、この報告もかなりの覚悟を持ってのものだったのだが、やっぱり喜んではいないよね。ふざけないでよ。え、あ、びっくりした。もう夏ちゃん、急に大きな音出さないでよ。え、あ、ごめんごめん。って、なんで私が謝らないといけないのよ。ああ、ナリはちょっと気が小さいから大きい声とか苦手なのよさ。まあ優しい子なんだけどね。知ったこっちゃないわ。とにかくね、私はあんたが結婚するの認めない。なんでなのよさ。別に私が結婚するのに夏の許可なんて必要ないでしょ。ただただ気に入らないのよ、あんたが幸せになるのが。え、何それ、どうして。どうしてって、だってあんたは昔から容姿端麗で成績優秀で得ばっかりだったじゃない。私があんたと比べられてどれだけ辛い思いをしてきたか分かってるの。あんたが前の結婚に失敗した時はざまあ見ろって思ったのに、また結婚ですって。どうしてあんたは結局幸せになっちゃうのよ。そんな、夏、どうしてそんな思考になるのよさ。ただの逆恨みだよ。だって今夏はエリートサラリーマンの旦那さんと結婚して、息子の秀夫君も元気に育ってるし幸せなはずだよね。私のことひがむ必要なんてないじゃん。ちょっとくらい祝福してくれても。うっさいわね。そりゃお金は困ってないけど、夫は頼りないしヘラヘラしてるし、秀夫は私立の小学校全落ちだし、幸せとは程遠いのよ。それとこれとは話は別なの。とにかくあんたの幸せは許せないのよ。なんでなのよさ。いくら実の姉妹だとはいえ、夏とは仲良くできないということはよくわかった。息子同士も年が近いし、二度目の結婚を機に関係を修復できるかと思ったのだが、私の考えは甘かったようだ。夏の恨みは私が思う何倍も深いらしい。もういいよ、私の考えが間違ってた。ふん。まあ招待状だけ渡しておくから、形だけでもいいから結婚式には参加してよ。席は用意してるからさ。僕も久しぶりに秀夫君と会えるの楽しみにしてるよ。ふん、まあ気が向いたらね。秀夫もナリ君と遊べるのは喜ぶだろうし。うん、あれ、この式場ってここから新幹線で2時間はかかるところじゃない。うん、そうだね。見学に行った時に気に入って、ちょっと遠いけどここに決めたの。あっそ、まあ私もここ友達の結婚式で行ったことあって、確かにいいところだけど、こんなに遠かったら参加者のお車代結構かかるんじゃない。どうせ大して稼ぎもない男と結婚するのに大変ね。え、夏ちゃん何言ってるの。お車代なんて必要ないよね、ママ。うん、はあ。何よそれ。え、別に そんなに笑うことじゃん。いやだって私の結婚式の時は海外ウェディングだったけど、飛行機代からホテル代まで全部出してあげたわよね。まあそれが普通だと思うけど。それなのにあんたの結婚式はお車代も出ないわけ。いやそうじゃなく、まあ私みたいなお金持ちは別にお車代なんていらないけど、でもそんなしょっぽい結婚式ならあげなくてもいいでしょ。うん、恥ずかしくないわけ。クレーム入っちゃうんじゃない。え、楽しみにしている結婚式のことをバカにされて、私の我慢は限界だった。怒り爆発5秒前。5、4、3、2、
1。は？何のカウントダウン？あんたね！え？なり？どうしたの？私よりも激しく爆発したのはなりの方だった。夏ちゃん、僕のママに意地悪するな！ママ、みんなに楽しんでもらおうって結婚式の準備すっごい頑張ってるんだよ。お仕事も僕のお世話もしながらなのに、それなのにバカにするな！はあ？なんなのこのガキ、生意気な口聞くわね。うちの秀夫はこんなこと言わないわよ。あんたの教育が悪いんじゃないの？まあ当たり前か。お育ちが違うものね。はあ？ちょっと待つのよさ。私のことは何とでも言ってもらって構わないけど、ナリのことを悪く言うのはやめて。ナリは私のことを守ろうって勇気を出して今声を上げてくれたんだよ。私はこの子の教育全然間違ってないって分かった。あんたにそんなこと言われる筋合いはない。はあ？もういいわよ。あんたたちと話してたら貧乏が映っちゃう。もう行くわ。この後私高級レストランで高級ランチの予約しているの。ちょっと待ってよ。高級高級ってアピールが鼻につくし、今ここでケーキとパフェ食べた後にランチって食べ過ぎなのよさ。うるさうるさ、大きなお世話よ。はいはい、わかった。結婚式ね、参加したらいいんでしょ。とりあえずここの集合場所に行ったらいいわけ。ちゃ、普通に新幹線代出せって感じ。もうちゃんと話を聞いて。まあもういいのよさ。とりあえず一つだけ言っておくけど。は？集合場所はかなり風が強いから気をつけてきてね。はあ？何よそれ。まあ分かった。ママ大丈夫？うん、ナリありがとうね。あ、さっきナリがママをかばってくれたの、すっごく嬉しかったよ。ナリは優しい子だね。僕いつでもママのこと守ってあげるからね。ナリー、結局夏は私の結婚を祝福してくれなかった。それでも私たちは苦労した分幸せになる資格があるはずだ。ナリも優しい子に育っているし、きっと大丈夫。そしてついに結婚式当日。バニー、あー、ママすっごい綺麗だね。え、本当？ありがとう。僕が結婚したいくらいだよ。もうなりたら。はーい、そろそろお時間ですが。え、もうドレス着られたんですか？え、あれ、段取り違ったっけ？違いますよ。もう何やってるんですか？あ、そっか、やってしまった。ごめんなさい。もうママのどうし。あの、すぐに着替えて。もうそんな時間はございません。そのまま行きますよ。このまま。一方その頃、夏はというと、秀夫君と集合場所に向かっていた。ああ、ああ、集合場所の地図によるとここのビルのはずなんだけど、本当にここ？ママちょっと招待状を見せて。僕小学校受験で漢字のお勉強したから読めるよ。私立全部落ちちゃったけど。笑い事じゃないのよ。ね、ソプラノビル、や、上。ソプラノビルのや上だってさ、ママ。や上？は？え？屋上？あ、これ屋上って読むんだ。どういう意味？このビルの一番上ってことよ。は？ここの屋上に集合って、一体どういうことなのかしら。それにあの人が言ってた風が強いから気をつけてっていうのも意味わからないし、何が起こるっていうの？まあいいわ、とりあえず行きましょうか。うん。屋上着いたわね。うん。あれ、うん、楽しみね。私乗るの初めてなの。私も。結構高いのかな。お母さんに、他のみんなもここに集合しているのね。乗るとか高いとか何の話？え、あら、夏ってば春から聞いてないの？うん、何の話？あ、すっごい風、飛ばされる。一体何が起こったの？嘘でしょ。なんだこりゃ。お待たせしました。何よこのヘリは。あれ、
リで迎えに行くからお車代は出ないって言ってなかったっけ。はぁ、いろいろあってドレスのまま来ちゃったけど、皆さん早くヘリに乗り込めなよさ。こちらにどうぞ。あ、イデオくん久しぶり、会いたかったよ。ナリくん久しぶり。すごいね、ヘリコプターで来たの。うん、すごいでしょ僕のお家もね、ママ曰くお金持ちなんだけどさ、ヘリコプターはさすがにないよ。いいなぁちょっと、どういうことよこれ。貧乏なはずのあんたがヘリコプターで登場って、スパイ映画。うん、これ実は結婚相手がソプラノコーポレーションの社長なんだ。だからちょっとばかりお金はあるんだよね。遠方での結婚式だし、みんなにもご足労かけるわけにいかないから迎えに来ちゃった。なんですって。ちょっと待って、ソプラノコーポレーションってうちの旦那の勤め先なんだけど。あ、そうなの。知らなかったのよさ。まあそういうことなら旦那も含めこれからもよろしくね、夏。ふざけるんじゃないわよ。ん？なんであんたばっかり。旦那まであんたに負けてるなんて、いい加減にしてよ。私のことどれだけ見下せば気が済むの。え、そんな、いい加減にするのは夏の方だよ。黙って聞いてれば意味わからないことだらだら喋って、勝手な勘違いで怒るのはどうかと思うよ。はあ、私は今まで夏のこと見下したことなんて一度もないよ。姉妹なんだし仲良くしたいと思ってるのに。そうよ、そんなの。この状況のどこが見下してないって。これ見よがしにヘリでご登場なさってサプライズって、ふざけないで。そんなことこの前伝えようとしたんだけど、夏が聞こうとしなかっただけじゃん。うるさいわよ。ヒデオ、ほらこっちに来なさい。え、もっとナリ君とお話ししたいよ。わがまま言わないの。あ、ヒデオくん、こんなの気に入らない。私もう式には出ないから。え、だってもうお料理とかも準備して。出ないったら出ない。ママ本当にそれでいいの？後悔しない？うるさい、いいのよ。ちょっと夏、本当に出てくれないの？行っちゃった。ハルさん、ナリくん、結婚式始まっちゃいます。もう行きますよ。え、この時私は夏のことを走って追いかけるべきかとも思ったが、この状態のままで話してもきっとまた和解はできない。しかも式場ではもう到着しているたくさんの参加者、そして私の到着を待っている婚約者がいる。かなり迷ったが、はい、お待たせしました。私はヘリコプターで式場へ向かった。これでよかったんだよね。夏が変わらない限りどうしようもないもんね。ママ大丈夫？うん、大丈夫だよ。そしてそのまま私たちの結婚式は夏の席が空席のまま進んだのだった。好きな人と結婚できて、ほとんどの人には祝福してもらえて幸せなはずなのだが、やはり私は式中ずっと夏のことが気になって、心からは笑うことができなかったのだった。結婚式終了後、はぁ、夏ちゃん来てくれなくて残念だったね。うん、そうだね。お姉ちゃん！え？夏？どうして？どうやって？結婚式終了後、控え室に息を切らした夏が現れた。この式場は私たちが住んでいる地域からはかなり離れているのだが、あの後すごく後悔して反省して、それで新幹線でここまで来たの。結婚式に間に合わなくてごめんね。それから今まで本当にごめん。あの後秀夫にママひどいって怒られちゃったの。それで私目が覚めた。お姉ちゃんに謝らなくちゃって。分かってくれて嬉しい。来てくれてありがとうね。これからよろしく。ナリです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。ヒデオくんの声は夏さんに届いてよかったですね。実の姉でもダメだったのに親子って
てすごいのかもね。僕もそう思います。よかったらみんなも動画の感想コメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。またねー。